金子康之は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、総務大臣、国土交通副大臣、農林水産大臣政務官、衆議院国土交通委員長、自民党タバコ議員連盟幹事長代理、衆議院災害対策特別委員長等を務めた、熊本県熊群、深田村生まれ、熊本県立人吉高等学校、早稲田大学商学部卒業後、 田代幸男参議院議員秘書を経て、1992年から、園田博之衆議院議員秘書を務める。2000年、第42回衆議院議員総選挙に、熊本5区から無所属で出馬し、自由民主党公認の矢上正義らを破り、初当選した。当選後、同じく保守系無所属で当選した、衆院議員国による、院内会派、21世紀クラブを結成。 同年11月の加藤の乱に際しては、森内閣不信任決議案の採決には欠席した。21世紀クラブ所属議員のうち、森内閣不信任案に反対した山本、上川陽子、北村誠吾、平井拓也、谷本達也の5人は、自民党入党が認められたが、欠席した金子、近藤元彦は、選挙区事情もあって入党が認められず、 2000年12月に、無所属の会に入党。2001年11月、無所属の会を離党し、自民党に入党した。2003年、自由民主党青年局長に就任。2005年、第3次、小泉改造内閣で、農林水産大臣政務官に任命された。2008年、福田康夫改造内閣で、国土交通副大臣に任命され、 麻生内閣まで務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、熊本国から自民党公認で出馬し、社会民主党公認で、元八代市長の中島隆俊を破り4選。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、中島の比例復活を許さず5選。選挙後、衆議院国土交通委員長に就任。 2013年秋自民党ネットサポーターズクラブ第3代代表就任2014年の第47回衆議院議員総選挙で6選2017年の第48回衆議院議員総選挙では熊本県内の小選挙区割り変更に伴い熊本4区から出馬し7選2018年3月岸田派に入会2021年10月4日 岸田内閣で総務大臣として初入閣。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で8選。ありがとうございます。